なので、今回のところなんですけど、今回ですね、ちょっと今、俺、機関車トーマスになってますけど、今回、機関車トーマス全く関係ないんですけど、このゲームですね、住民いると思うんですけど、住民たまにね、ドーナツとかサンドイッチとか、アイスとか食べてるじゃないですか。プレイヤーはさ、こういうフルーツしか食べれないのにさ、住民はサンドイッチとかアイスとか食えるってさ、ずるくねえか。なんで住民あんな贅沢してんだよ。羨ましい。まあ、住民食べ物いっぱい食べてると思うんですけど、その中でね、ドーナツってあるじゃないですか、ドーナツ。このね、住民ドーナツ食べてるじゃないですか、すっげえ美味しそうなドーナツ。羨ましいな。住民しかドーナツが食えないっていうゲームなんですけど、これ。なんとかしてプレイヤーもドーナツが食べたい。どうにかして食えないかということで。こちらドーナツダーナーほら見てこれ見てくださいドーナツです。ドーナツっていうかまあドーナツ型の内輪ですかね。これで、ね、ドーナツでねこう仰ぐこともできるんですよ。ドーナツで仰ぐってよくわかんないけど何種類もあるんですよこれ。これがテイクアウトドーナツチョコ、テイクアウトドーナツエチガー。はいはいはい、美味しそう。はい美味しそう。なんなら住民が食べてるドーナツより美味しそう。あとは抹茶。あ、いろんな種類のドーナツがあるんですよ。あ、もちろんこれ俺が書いたわけじゃなくて、ツイッター見てたらドーナツ型の内輪作ってやりましたみたいなツイートがあって、これは動画にしたいと思って動画に使っていいですかって許可取ったら OK いただきました。ありがとうございます。それから住民に自慢しよう。あいつらね、いつもねドーナツ食ってばっかりだから、住民に自慢したろ。おい、俺はアグレス。ほらほら、あらドーナツだよ、あらドーナツ、あら羨ましいし、あらドーナツ、ドーナツ、ドーナツ。今回これを使って視聴者さんにドッキリをしようと思って、あのこれ手にね、このドーナツの内輪を持っとくと、ドーナツみたいな内輪を持っとくと、そしたら視聴者さんは、えドーナツプレイヤーもついに持てるようになったろって勘違いするんじゃないかってことで、ドーナツがプレイヤーも持てるようになったドッキリしたいと思います。シャー映える魚奈良坂あー来た。まだドーナツ持ってます。まだドーナツ持ってます。今から持ちたいと思います。どのタイミングでドーナツ持った、いきなりなんですけど、準備でドーナツを持つことあるじゃないですか急すぎるだろこいつ。プレイヤーもドーナツ持ちたくない。やっぱプレイヤーもね、準備だけドーナツ持つからずるいから、やっぱプレイヤーもドーナツ持ちたいでしょ。しょうがねえな、見せてやるか。あらーほら見て、ほらほら驚いてる、ドーナツ失踪されたよ。ほらもうめっちゃ驚いてる、ほらほらガチガチ、ほらガチ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 のガチで、ガチでマチマチマチ。私そのアプリ来てない。俺だけちょっと先行で任天堂さんからドーナツ赤坂にだけあげるわみたいな、いきなり DM 来て、私も配信。あやめられちゃった。あやめ、しょうがないな。はあ、すいません。すいませんでした。じゃあ俺はこの絵文字。あ、それ、そう来たか。じゃあ俺はこれだ。あ、そう来たか。俺は、これだ。なんか知らない間に絵文字対決になってる。